時刻は2時30分になりました。よちらじ戦国抹茶現代の武将に聞くのお時間です。皆さんこんにちは、藤田よしこです。よろしくお願いします。さて今日はですね、現代の武将初めての音楽武将がやってまいりました。柴田俊介さんです。よろしくお願いいたします。もうだいぶ夏らしくなってきましたよね。そうですね、最近は暑いですね。あの演奏で日焼けされたんですか？なんかこう綺麗な小麦色なんですけれども。そうですね、あの外のお仕事もありますし。ああそうなんですね、外ではやっぱり音楽で盛り上げるそんなシーズンの夏ですけれど、今日は、柴田俊介さんにそんな音楽のいろいろ聞いていきたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。戦国抹茶現代の武将に聞く、この番組は戦国抹茶の提供いただきましてお送りしております。16種類の武将をあしらったこの1回分ずつの戦国武将のパッケージ、こちらを使いまして実際にお茶を立てながらゲストの方に味わっていただき、そして現代の武将としての生き抜くその日々のお話を聞いていきたいと思っております。戦国抹茶3月の10日に発売されてから全国各地で取り扱い、そして販売店も募集しております。ぜひ商品に興味を持たれた方は戦国抹茶オフィシャルホームページ、または販売元集和物産のページまでお声をお寄せください。お待ちしております。さてこの番組では現代の武将を様々に取り上げてきました。今までいろんな社長さん、そして実業家の方いらしています。今回は初めての音楽武将ということで、音楽のことをいろいろね聞いていきたいと思ってるんですけれども、ギタリストということで今日はギター生演奏もあるんですよね。そうですね、あの後で弾かせていただきます。はい、とてもとても期待している生演奏でございます。ハードル上げちゃいましたかね。かなり上がりましたね。ぜひぜひ楽しんで、スタジオでの演奏、観客の皆さんも聴いただければと思います。はい、さあではこの後 CM を挟みまして、柴田俊介さんのプロフィールを紐解いていきたいと思います。ギタリストになるまでのそのプロフィール、どんなきっかけがあったのか、皆さんぜひお楽しみに。戦国抹茶現代の武将に聞く、今日は音楽武将を迎えてお送りしています。ギタリストの柴田俊介さんです。よろしくお願いいたします。初めての音楽武将ということなんですが、ギタリストとして活動されているということなんですが、はい、ジャンルとしてはどういったジャンルの音楽をされているんですか？そうですね、私一緒にやっておりますのが、はい、小雨という民謡、三線ですとか三味線を弾いている民謡歌手でございまして、はい、そのバックで、主にギターなんですが、はい、それに関わる楽器であったりレコーディング関係はすべてやらせていただいているという形で、ギタリストなんですけど、何でも屋さんも兼ねてやっております。幅広くということなんですね。はい、まず、最初に音楽に触れたのが6歳の時でピアノを始め、そこから小学校でのクラブ活動では金管を経験し、はい、っていうと金管楽器というと、そうですね、見た目の通りこう大きい体格なんで、最初はトランペットから始まり、なるほど、いつの間にかだんだん、大きくなっていって、あらゆるものに、ね、最後はユーフォニウムという、ベースの楽器に なりましたね。はいはい、そして10歳でギターを始められたということで、はい、そして中学生時代にロックに目覚めエレキギターに転向。はい、そして、フェルナンデスキーギターエンジニアスクール、はい、で入学してギター製作も学んでということで、ギターを作ることもそうですねされてるという、はい、なかなか幅広いですね。やっぱりね、はい、当時未成年の頃はやはり親も、就職先をどうするんだと、なるほど、好きなのは分かったって、はい、っていうので、たまたまそのカタログ集めも趣味だったもんで、はい、そこにある専門学校ですね、メーカー直営の専門学校で製作と修理と、その他もろもろを学びまして、はい、そして路上ライブの時に現在のパートナーである、三味線の奏者の方の小雨さんと出会ったということなんですね。はい、そうですね、はい、そして、2人で共に音楽活動をされているということで、はい、主にどういったところで活動されていらっしゃるんですか？普段必ず固定でやっているのは、沖縄料理屋さん
まあそうですね、まあまあ、ジャズバーとかと一緒で沖縄音楽っていうのはやはり、はい、飲食店で、はい、お食事ですとか、はい、お酒をお召し上がりになりながら、はい、チャージを払って聞くという文化があるジャンルなので、はい、そちらの方で現在は、うん、ニライカナイという神保町のお店で、はい、第2第4金曜日というのを固定でやらせていただいてます。なるほど、はい、ちなみに路上で出会ったということなんですが、現在も、はい、お二人で活動されて、はい、路上でもライブはされてるんですか？そうですね、路上ライブは、まあ、たまに気の向いた時ぐらいに今は、ね、現在はやる感じにはなってますけども、はい、ところで民族音楽の魅力っていうのはやっぱりどんなところなんでしょう？はい、そうですね、僕は要はロックであるとか、はい、そういったジャンルから来ているので、うん、それが、まあ、ポップスもそうなんですけど当たり前だと思ってたんですけれども、はい、実は現代音楽って非常に縛りが多い、決まり事の多い音楽だっていうのに気づいたのが面白いなと思ったきっかけですね。あ、現代音楽で縛り、はい、なんか初めて聞いたような気がしますけども、アシスタント君そうなの？そうなの？うちはアシスタントがミュージシャンなんですけど、どう？そうなの？あんまり考えたことないって言ってますね。考えたことないぐらい、うん、決まり事があるってことが自然になっちゃってるから気づかないだけなんです。うん、へー、そうなんですか。逆に言うと民族音楽ではそれがないってことですね。というかそういう概念すらなかったというのが、例えばですけれども、うんうんうん、じゃあ4分の4拍子っていうので、うん、はい、だいたい音楽を作ると、うん、1,2,3,4,5,6,7,8 で何かが起こるとか変わるとか、はいはい、まあ、それが自然な流れなんですけれども、うん、そういったのが全く関係ないんですよね、民族音楽っていうのは。全くもってその魂の流れ、魂の音とともにということですね。なので 1,2,3,4 で割って考えると、はい、うん、なんか訳が分からなくなってしまうような、どこまでが前奏でどこから歌が始まってどこで切れるのかが初めて聞いたら分からない曲が多いですね。はい、なるほど、はい、なんか不思議な世界ですね。こう言葉にうしてうまくこうなんか明確な伝え方がちょっと難易度がもどかしいんですけれども波長、そうです、波長で行くということですよね。つまりで行ってしまうと、実際ご出身ってもともとどちらなんですか？東京なんですけれども。あ、そうなんですね、あ、奥様の方が、まあ、民族音楽で、まあ、沖縄ということなんでしょうか？まあ小雨は実は埼玉なんですけども、はい、まあ、いろいろ聞いていた中で、はい、まあ、沖縄の三線っていう楽器、まあ、これすごく手軽に始められる楽器なので、これとそのまずその南国の陽気な感じっていうのが非常にあったようで、それから始めてまして、はい、でもまあ三味線も、はい、やってますので、なるほど、要は全国的にいろんな民謡をカバーしてショーをしてるっていう感じですね。はい、ちなみにうちアシスタントさんがガチガチ南国なんですよ。ね、うちなんちということを、はい、しまして。そうなんです、お兄ちゃんもミュージシャンしてて、何回かここのスタジオで三線やってくれたりとかしてるんですけどね。はい、三線ってすごく素敵な音色ですよね。そうですね、ギターで合わせて、まあ、インストゥルメンタルでやってるということなんですけれども、やっぱり歌と一緒にやってます。僕は歌と合わせて、はいはい、一人でやってた頃はインストでやってたんですけど、今は要は小雨さんの歌と合わせてということなんですね。はい、お二人になってから世界観ってやっぱり変わりましたか？そうですね、あ、いいんだみたいな。なるほど。そうです、その要は自分がその、はい、いろいろとその決まり事が多いものをやっていたんだということに気づけたっていうのはすごく大きな発見でしたね。そこからいろんな、なんて言うんでしょう、縛りとか取っかかりが取れて、まあ、お二人でやることで可能性が広がった部分、音楽で新しい世界ができたという部分が大きいのかもしれないですね。そうですね。お二人でのライブでの活動、これからはどんなことやっていきたいっていうのはありますか？そうですね、やっぱりプロでやっていくっていうことを考えたときに、はい、やっぱりショービジネスって、まあ、言い方あれですけど、としてどう展開していくかっていうのを非常に考えてまして、はい、要はプロダクションとか大きなところに入らなくても、うん、そういったショービジネスとしてやっていくためにどういう展開をしようかっていう考えで僕はやってまして。なるほど、ええ、将来的にはお二人は
活動の拠点というのはどんなところにしていきたいとか、これからどんなところで講演をしていきたいとか目標ってございますか？そうですね、まあ、今住んでるのが東京なので、近い将来で言えば東京、関東近郊にはなるんですけれども、最近よくやっているのは日本舞踊ですとか、ダンサーの方ですとか、その他もろもろ本当にいろんな楽器の方と一緒にやっていって、その、まあ、要は古臭いとかあんまり面白くないなって思われているような民謡とか羽歌とか、あと沖縄民謡もね、若い方はあまり聞かない方多いんですけれども、そういったものの新しい魅力としてどう、いろんな世代の方に聞いていただけるかというので、楽しんでいただくため の、 そのビジネス展開というか、ショービジネスとしての展開をしていきたいと考えています。面白いですよね、民謡の世界を新しい形で伝えていくというのは、とてもやりがいのある世界が広がっていくんじゃないかなと思います。実は私も音楽をやっていて歌を歌ってるんですけれども、ミュージカルのナンバーの日本語カバーをやってまして、で今年に入ってからはお遍路で88箇所を回って88曲カバーとオリジナルをまあ作ったわけなんですね。すごいですね。すごい数です。大量生産にも程があるってやったんですけど、88ってすごいですね。そうなんです、恐ろしいことになっております。今目下レコーディングの最中なんですけれど、その中にちょうど島倉千代子さんの演歌のそれいけゴーゴー、ちょっとポップス寄りな歌謡曲になってるんですが、それをちょっとロックテイストにアレンジしたものだったり、いろいろなことを挑戦していまして、そうです、ね、音楽って垣根を取っ払うと楽しいんだなっていうことを、そうですね、ごちゃ混ぜな方が面白いですね。はい、そして音楽で、バック演奏バンドで勤めてくれたメンバーがもう今では海外を拠点に活動していまして、北京に、在住しながら音楽をやっていて、アメリカだったり上海だったりと活動しているわけなんです。さあでは CM を挟んで生演奏をお聴きいただきましょう。さあでは CM を挟んでお待ちかねの生演奏のお時間でございます。改めましてご紹介します、ギタリスト柴田俊介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、ギターのスタンバイをしていただきましたけど、手こうやってカメラにちょっとお見せいただけますか。ギターの鉄の弦に負けないようにということでスカルプチュアをされていて、爪がとっても分厚くなってるんです。人間ピックという状態ですね。そうですね、ピックが5枚ついてる状態で、すごいびっくりしちゃった。へえ、とっても分厚くて、太めのこうピックに近いような状態なんですよね。そうですね、びっくりしました。さあでは早速生演奏をお聴きいただこうと思います。皆さんどうぞお楽しみください。では柴田さんお願いします。ありがとうございました。ちなみに激しい曲と、静かな曲と今日リハーサルで迷ってらっしゃるんですけど、激しい曲だとどんな感じになるんですか？そうですね、実演をぜひぜひ、じゃあ、はい、ね、皆さん聞きたいですよね。聞きたい聞きたい。さあギタリスト調整に入っております。さあ皆さんの期待を一身に浴びて、さあ急
なリクエストにもお答えしてくださる柴田さんです。さあどんな曲を聴かせていただけるのでしょうか。こんな風に普段お店でも生演奏しながらリクエストに答えてくれたりされているのかもしれませんね。さあ準備が整ったようです。お願いします。ありがとうございました。すいません。普段はあまりテレビに出たり喋ったりすることはないということでちょっと緊張を ねされていらっしゃいましたけれども、途中でチューニングがおかしくなってきてしまって、はい、申し訳ないです。いえいえ、ありがとうございました。皆様拍手をお願いします。ありがとうございます。さあでは、ギターの演奏ありがとうございました。アシスタント君お願いします。はい、ではギターの方をお預かりさせていただきまして、早速お茶のご用意をさせていただこうと思います。はい、ではですね、今日ご紹介する戦国抹茶、お気楽な抹茶だことということで、1回ずつの文法タイプ、ではお茶の用意をお願いします。はい、ではですね、今日戦国武将があります。ボードを持ってきてもらえますか。これこのままでいい。これはい、戦国武将どちらになさいますか。そうですね、はい、徳川家康でお願いします。徳川家康、はい、はい、でお取りいただけますか。はい、では本日の抹茶は戦国武将16種類の中から徳川家康を立てたいと思います。さあでは今、お茶の文法、こちら1回分の徳川家康を入れさせていただきました。はい、ではですね、こちらまずはお茶を立てていきます。1回分のお湯を3分の1ぐらい今入れさせていただいております。こちらにまずはゆっくりとのの字を書いていきます。そしてさらに手をまとを速く回していきまして、茶筅を上手に泡立てながら作っていきます。抹茶の香りがしてきたと思うんですが、どうですか、匂いはいっていますか。そうですね、いい香りがしてます。 ありがとうございます。このようにクリーミーな泡を立てること、なんだか初めてだと難しいなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、割合とお茶を立てるのって簡単なんですよ。初めての方でもできる戦国抹茶のセット、この茶筅とお椀とそして抹茶がセットになっています。さあでは本日は徳川家康、このようにクリーミーに泡が出来上がりました。さあ立てたお茶、本日は都おぼろ月というお菓子と一緒に合わせていただきたいと思います。それでは、お召し上がりください。どうぞ。はい、ではいただいて、はい、では感想をいただければと思います。結構なお手前で、はい、ありがとうございました。ぜひお菓子と一緒にお召し上がりいただければと思います。さあでは、お召し上がりいただいている間に私の方で戦国抹茶をご紹介していきたいと思います。こちら8種類の戦国武将の入ったセットと、そしてこちらボックスの中に入っているものは、先ほどご紹介しましたお椀と茶筅が入っております。こちらの茶筅ですね、こちらが入って4600円。そしてもちろん戦国武将の抹茶が足りなくなった時にはこちらの8個入りのパッケージ1280円になっています。そして16武将のセットは2400円になっています。こちらをご購入いただきまして、いつでもお好きな時にお茶を立てて飲むことができるんです。さて戦国武将16種類、さまざまなキャラクターが書かれているんですけれども、今回は徳川家康をお選びになりましたけど、徳川家康何か思い出が。そうですね、はい、徳川家康といえばやっぱり長くあの江戸の、ね、あの時代を築く、はい、その層を作った人ですから、やはりそういったあの安泰なこうものを作っていく、そういった
なんていうんですかね、長きにわたる策略といいますか、はい、そういったものっていうのはやはり非常に長けていないとできないことですので、やはりそういった人物に憧れるという、そういうところです。そうなんですね。今回は徳川家康をお選びいただきました、はい、ではですね、今日はそんな戦国抹茶のセット、この16武将入りセットをゲストの方に本日プレゼントをさせていただきたいと思います。ではどうぞお受け取りください。ありがとうございます。はい、受け取りいただきました。ありがとうございます。会場の皆様、拍手いただけますでしょうか。ありがとうございます。ぜひね、あのお家で楽しんでいただければと思うんですが、はい、やってみたくなりました。そうですね、ぜひ奥さんと一緒に、もしくは奥さんに立ててあげてもいいかもしれないですね、はい、いいですね。素敵なひとときを過ごしいただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、今回は、戦国抹茶ご紹介させていただきながらお召し上がりいただきましたスイーツ、今番組ではですね、甘いものコラボをしていただけるメーカーさんも募集しております。ぜひ戦国抹茶ホームページまでお声をお寄せください。さてこの後は CM を挟みまして、エンディング、柴田俊介さんのライブ情報、そしてホームページの情報などもお聞きしていきたいと思います、はい、引き続き最後までどうぞお付き合いください。どうぞお茶お召し上がりになってくださいね。戦国抹茶現代の武将に聞く、本日はギタリストの柴田俊介さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。初めての番組での対談ということでしたが、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。そうですね、なんかものすごく変な汗をいっぱいかいております。急なリクエストに、そうですね、はい、宿泊という一面もありましたけれども、普段全くフロントマンというような位置づけでやっていないものですから、はいはい、どちらかというと、半分裏方業でやっているものですから、うん、こういったもうバッチリ映ってる状態というのは、うん、かなりレアな状況でして、まあ、ある意味貴重なことかもしれないですね。かなり僕の中でも貴重な経験というか、はい、初めて人前でライブした以来の緊張です。そうですか、はい、ちなみに、先ほどもお話の中にありました、はい、ライブのことを改めまして最後に告知としてご案内したいと思います、はい、毎月ですね、第2第4金曜日に、神保町にあるニライカナイという沖縄居酒屋のお店で、必ず2ステージライブをやっておりますので、神保町ニライカナイで検索すると出てきますので、はい、カタカナでニライカナイですね、ニライカナイという、はいはい、そういったお店でやらせていただいております。料金やチャージはどんな風になっているんですか。チャージはですね、ないので、はい、一般的な沖縄居酒屋で結構リーズナブルにお料理とかお酒楽しんでいただけますので、はい、はい、じゃあお食事のついでに音楽を一緒に聴くことができるという、そうですね、そんな形なんですね、はい、例えば今日みたいになんかアップテンポの曲が聴きたいみたいなリクエストに答えてもらったりとかもできちゃうんですか。まあライブの時はね、そこまで緊張しないのでいろいろやらせてはいただいてますけれども、はい、主にどんな曲やることが多いですか。まあ、普段もちろん僕はバック演奏なので、はい、沖縄民謡とか、はい、日本民謡の、はい、バックでやらせていただいてるので、はい、アップテンポな曲からすごくゆっくりな曲まで様々、はい、例えば沖縄民謡ですとどんな曲をされますか。まあ、代表的なところでいうと朝とあゆんたであるとか、アップテンポなところでいくとやはりまあ、沖縄の一番、お祭りの最後とかにやる曲なんですけれども、まあ、冷やみ勝ち節とかそういったアップテンポな曲をやらせていただいてます、はい、ぜひ皆さんも演奏を聴いてみてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。